最初に89球来たらリセットした方がいいらしいですよ。あの、リセットした方がいいよ、多分っていうか、リセットした方がいいね。うん。いや、今日は勝つよ。うん、ちなみに。今日、爆死見に来た人いると思うけど、飯まずやと思う今日、勝てると思うわ。そんな気がする。さあ、あと2分たったらヒコッと。 ジェイクラ祭り無料は70以上確定いやあれ勝ち取れだからうん自分で勝ち取らないといけないんだよ結局70以上のさらに上を勝ち取ってくれってことでしょあれ <laughs> 試されてるこっち側がこっち側の運が試されてるほらほらっつって 3%1% 引けんのがいっつってほらほらっつって あれ1%なんかな。まあ、確率見てないけど。ほれほれっつって。引けるだろ、君たちなら。ストライカーが微妙だから引く気起きないな。ストライカーも興味ないからね。ウェリット手に入ったから。ストライカーはね、うん <laughs>、なんか、うん、リーグでも使い、使いそうな素材持ってる選手がそもそもそんないないと思うんでね。わ、神戸鹿島3-0。ロわ、1点取ってくれ。 鹿島、1点取れ何やってんだ、鹿島 !1 点ぐらい取ってくれよ !31 だったら当たります。31だったら当たる。<laughs> お鹿島、誰が出てんだ、今,今鹿島、誰がフィールドいるんだ ?1 点ぐらい取ってくれ、頼むチャブリチかな鈴木エウ選手でもいいです。もう誰でも1点取ってくれノーノ君でもいい出てるんだったら1点取ってくれ !1 点。さあ、ということで、まあ、それはさておき。 まあそれはね、まあ別にいいんですよ。<laughs> じゃあ行きましょうか。ちなみに、えー、私今852枚潰してます。はい。徹底的に運が悪いという。85。だからまあ実質これね。今これ。<laughs> 今これです。はい。今これ。うん。まあ89以上の前半戦シーズンフォーカストプレイヤー出たらやめます。ああ、でもまあまあ1回目とかで引いたらちょっとリセットしておうかもしれないですけど、基本的にはもうこれ狙いです。1点。 まあ一応、この85以上からもまあ89引けると思うんで、ワンチャン。まあ、ここもいいかな。3-0で終わった。何やってんだよ。1点取ってくれよ。ということで、じゃあ行きましょうか。いいで、そっちでうん使ってないんで。うん。<laughs> それブラフなんでね、僕のね。うん。それブラフです。じゃあ行きましょう。さあ、1回目。<laughs> ちなみに昨日、えー、<laughs> 角引きまして、右下引きました。えー、で、85だったんですね。で、えー、まあ横は85ないだろうという、先方で行きました。85でした。で、僕は気づきました。これ左上です。これ順番です。おそらく。これ全部85、85、85、85。左上だったら前半戦シーズンフォーカス。で、この真ん中がストライカー89。っていうことはここなんですよ。ここね。うん。行きましょう。 ああま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 あこれからもありますからね。行きましょう。金旗スタンプ押させてあげるからね今日。でも金、でも金旗じゃないんだよ狙ってるのな。難しいな。いいです。もうこれ、これ出して終わろう。終わろうぜ。うん。全然ある。終わろう。もう一回でいいから。もう残りは、 ビクロやろう。うん。ビクロやらしてくれ。なんか、隅遅いな。あ、来た。おあ引いちゃった。いや、でもわかんないよな。2枚引いてるかもな。コミくんか <laughs>。コミくんか。まあまあ、いいでしょう。かわいいから。あの、この風貌がいいよね。 あ、コミ君ちなみに坊主スカット、あのー、入れます。うん。いいっすね。このために来ましたね。はい。行き過ぎ行き過ぎあー、まあまあ、鈴木義武選手、まあまあ、素材にはなるな。行き過ぎよ。うん。ということで、コミ選手でした。つか、まだあと7コマあんの。お <laughs> まだ7コマあんの。行きましょう。 え、左上じゃないんかよ。どこにいんだよ。これ若干枠見えてない <laughs> 若干見えてないいやー、これ千里眼欲しいな。えー、そこがシーズンフォーカスなら、隣はストライカーなんだよな。ってことは、まあ、初心に帰って85の横は85じゃないだろう先法で行くか。で下の左行くわ。ここ。ここだろ。<laughs> ここでしょう。うん。ないなと思わしといて意外とここにあるんですよ。行きましょう。なんでやねん。いらん <laughs> もうウェリントン2枚目あるな、これな。ウェ、<laughs> ウェリントン2枚目あります、これ。いや、ウェリントン2枚目ある、二枚目あるないや、ストライカーじゃないんだよ。でもわからん。なんかあるかもしれない。 なんか奇跡起きるかもしれないよね。下カットになし。いやー、ストライカーはね、ちょっと違うんすよね、今回は。趣旨が。まあいいでしょう。まあでも、8、十5は避けてるな。うん。2枚引いてるね。おお、まあそれをさ、さっきやれよ。 <laughs> さっきやれよ。なんでストライカー89簡単に食うんだよ。さっき来いよ。噛み合ってないな <laughs>。じゃあ、最後行きましょう。ドーン。おー、なんかくしびき選手のレギュラーなんかすげえ引くな、最近。ちなみに高橋選手どんなの匠なミニッシャー、ミドルボレー。うーん、なるほどね。はい、ということで。 ま、引きはいいんじゃないでしょうか。さあ、次で、半分か。いや、もう、半分来たらどっちか出るべ。これ、真ん中の列行ってないのちょっとあれだよな。いや、どこかな。真ん中だな。真ん中の、うーんー、この真ん中の真ん中の二つどっちかっぽいね。こうなると。<laughs> こうなるとね。 ここかないやここの方、なんかこっちな気がするな。こっちより。なんかこっちはちょっとね、ストライカー85っぽいんだよな。こっちだと思います。こっち。行きましょう。<laughs> おい、やってるだろ。おやってんだろ、これ。なんで85が3個も出んだよ。ふざけんなよ。おやってるだろ、これ。あと1個しかないじゃん、85。 や,てるや,んやられたかまあいいです89が楽しみです早く引きたいですなるべく省エネで <laughs> 引かせてください省エネで何この上がらなさすごい上がらんけど何これ浅崎朝井選手いいな何これ <laughs> 引きがやばいな群馬の日じゃん 群馬多いなぁ。次、6回。ちょっと待って。もう弾きたくない、これ以上。じゃなんで、半分いって出ないんだよ、どっちも。やってるだろう。どっちか出るだろう、普通、確率的に。均等ならばね。行きましょう。えー。そこ85はちょっと難しいよ、もう。うん、もうわからんよ。次、どこに85いいんだろうな、これなえー、じゃあ、隣行ってみる。 もう隣接してるどっちか臭いよな、これ。85固まってる説ある、ここに。<laughs> これ、こいつ85じゃないお前、85だろ。この上の段の方がなんか、セーフティーに見えるな上の段ね。これ上の段全部、ファースト、あの、前半戦シーズンフォーカスパターンない、これ。固まってない、これ、だって。ね 固まってるよな。だってここ85ここ3枚よ。で、ここストライカーでしょ。ここちょっと離れてるじゃん。で、前半シーズンフォーカス上にあるじゃん。絶対この横列だろう。これどっちかだな。まあ、普通羅列的に並べると、まあ、真ん中に置くよな。普通見栄え的にね。だ端っこはちょっとおかしいよね。ハーフ、前半戦シーズンフォーカス、同じやつ並べて、右に89はおかしいかここ真ん中だな。ここだ。ここです。もう見えました。 もうさすがにヒントもらったんで、これ合ってます。はい。<laughs> おい、スペシャルじゃん。おふざけんな、マジでお。なんで85コンプしないといけないんだよ。<laughs> 熱いな、逆に。<laughs> 残り、残り4つに89以上2つ入ってんのも引き切らないといけないじゃん、ほぼ。やられたわ。うん。 なんでだよ <laughs> おかしい。おかしいって。だって5分の1よ。難しいって逆に。うん。なんでそこにいいんだよ。意味わかんねえよ。なんであの並びでさ、なんであっこにいいんだよ。あいつ。おかしいって。<laughs> 誰が、誰がリセットや。うん。ド M すぎるだろ。さすがにリセットできないようん。 もうみんなドン引きするでしょ、リセットしたら。はっつって。みんなが困るでしょ、逆に。ちょ、ふざけてるってマジで。何やってんのしかもどんどん引き悪くなってるしな。<laughs> おい、しかもどんどん引き悪くなってどうしてくれんだ。ああ、岩崎くんね。濁してくるな。まあまあ,まあいいでしょ。<laughs> だな。 じゃあ、どこかなこれ難しくないもう、だってこれも信じれないよ、これも。だって85この並びはおかしいって、これなんでこの縦列。気持ち悪いな。なんでそんなとこいんだよ。理論が崩れたな。うん。いや、これはね、こういう時は、やっぱあれですよ。こういう時は、まあ、やっぱ真ん中なんですよね。うん。真ん中。<う>右上はない。右上はこれストライカーだな。こう来ると。これ、あの、 シンメトリー的な。<laughs> こことここ。これちょうど対比じゃん、ここ。これはね、さすがにね、ストライカーだと思う。あの、造形美的にね。うん。ここは、だからここダメ。うん。だここがもう外れ。僕の中では。右上ね。で、真ん中の2個がシーズンフォーカスです。はい。で、そのうち89引きたい。先に。でも、ストライカーも89上ここまで来たら引きたい。 ということで、あえて、僕はね、右だと思うんですよ。右。こ右だと思うんですよ。ここ。85の、このテリトリーに守られた、ここね。でも、あえて、ここ引きません。一回外します。一回ね。だここ行きます。ここ。<laughs> 本当に出らんやんうん。冗談で言ってるんやうん。本当に出らんやん逆にすごくない 89以上一回も引かずにここまで来た人いる逆にすごいだろう。うん。狙ってもできないぞ、多分。これもうリーチかかってるからね。お願いします。<laughs> もうこっから出てくれ、もうじゃあ。もういいって。さっき証明した、ね、ストライカーでね。いや、チャンスあるよ。いや、全然さっきあったから。さっきストライカー89引いてんだから。ここからでも全然村上くあるから。俺金れ狙ってるわけじゃないんで。 いけるだろう。いけよっていうか。もう、89残して終わろう。<laughs> 89残して終わろうぜ、もう2。2個もいらないよ、もいらない、いらない。もう残して終わろう。伝説ねろあの、もういらないっていう。あの、どう見ても、どう見ても引き得なのにやめよう。うん。そうしよう。新しいでしょ、逆に。うわ、1枚か。さあ。 あでもいいね84から89まあまあいいねいきましょうきた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 うわー <laughs> いや二十パー外しちゃハハよ、GK 君。 あなた。うわ、当たったと思ったな。うわ、20%阻まれたか。くま、でもいいです。ま、しゃあないよな。でもこれ、振りだよな。ふ振りなんですよ。振り振り。激アツなガチャがあったでしょうか皆さん。残ってるのは、あと、892つと、ストライカー85だけです。はい。 なんと、なんと、激圧、二周目の、週、2周目の最後まで行かないといけないガチャが、なんと2回引けます。残り3回中。さすがに次は来るよね。さすがに、もういいって。うん。でもう待てに行くわ。ごめん、もう待てに行く。ふざけ、ふざけ、ふざけるのよくないよね。右だと思うんだ。ここ。最初からここだと思ってたんだ、本当は。 ほ、ふほ <laughs> はここだと思ってました。じゃ、さっき言ったもんね。本当は右です。言いましたけど。はい。もう当てます。もう遊,遊んでごめんなさい。ちょっと僕もエンターテイナーが過ぎました。最初からここだと思ってました。本当に。冗談抜きで。行きましょう。ありがとう。よし最初からそこ引けよ <laughs> 最初から引けよ いや、これ中川選手を、あの、潰したから、89出たら、4分の1で、さすがに中川選手2枚ないでしょ。ねえ。さすがにないでしょ。じゃあ行きましょうか。これ、金旗出たらちょっと複雑。<laughs> ちょっと、金旗出たら <laughs>、金旗やめてね。金旗やめて。よし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 。いい、赤で赤で よし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 おいなんで黄色が流れてんだよおい。なんで黄色がいいんだよ。おかしいだろ。黄色なんで黄色がいいんだよ。これ黄色の方が上なの緑じゃないの黄色蹴ったらじゃあ、ダブルってこと緑だけじゃないのなんで黄色がいいの間違えて流してんじゃないあの、ボール流しくに。間違えてるだろ。 さあ行きましょう。下カっていならない。頼むよし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 ,よしさあ一段階クリア。さあ一段階クリアした。来た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 。あ、もうもうもう。あ、しげみくんが、あ、村上選手来ますよって言ってるね。村上選手来ますよ。言ってる。うん。川島選手は来ません。はい。来ません。<laughs> 中谷選手来ません。下カットに入ってないです。いや、大丈夫大丈夫。ルンも来ません。 群馬も来ません。湘南も来ません。はい。来ない、来ない。トスも来ない。トスも来ない。清水も来ない。<laughs> あ、一枚かよ。<laughs> ちょっと待って、一枚やめてほしい。うわ、一枚か。わからんって、一枚じゃねえ。わかんない。速度でわかんないな。さあ、皆さん。 <laughs> ありがとうございました。村上くんゲットしました。もう僕未来から来てるんでね。3秒後の,秒後の自分おめでとう。いきましょう !99999! <laughs> 終わった。と思ってる人いるやろ。ここです。いや、ここでまた引くんすよ。うん。 そういう回でしょ、今日は。行きましょう。<laughs> またここか <laughs>。またここから。いや、さっき右横でしょ。いや、あえて同じとこ行くのも面白いけどね。あえてね。もう、どうせ2枠しか潰せないんだったら、同じとこありだと思うな。あえてね。 あえて同じとこありだと思うんだよな。でもヒントがないもん。343でしょ ?343 だもんな。343。343か。いやでも下段でもさ、でもさっきさ、さっき下段に85結構固まってたから、下段逆に厚いんじゃないか説いくか。下段。下段いこうかな。下段。 あえてさっき85だったとこ2回はないだろうでいくかな <laughs>。ねえ。いや、さすがに85に、同じとこ85はないでしょ。それ一番信憑性高くないですかねえ。ということで。もう右下か、真ん中下だな。1回目はね。どっちか。どっちにしようかな。真ん中行こうかな。真ん中下。 ここで。いや、やっぱりや,いやいやここで行こう。いや、ここだ、ここ、ここ。いや、ここ、あるね。ここです。ここです。ああ、まあまあ <laughs>、ま,ま,まあまあまあ、最低限ね。全然あるある、全然ある。<laughs> さっきなったら八十球弾いてるからね。え全然あります。え全然ある。全然あります、ここ。 行きましょうさあ89までいこう。もう、もういいよ。もうもう十分。取れたか十分。もうもういいです。もうお腹いっぱい。もう取れたか十分。もうもういい。もうもうこれ以上じらさなくていい。もう最後までいこうなんて思わなくていい。もう十分十分。もういいよ。はあの89一回外すのも取れたし。大丈夫大丈夫。もう取れた取れた。2回取れてるから。これ複数もあるないやーあるねー これ、3枚抜いてんじゃねえかないや、ですね。もういい、いっちゃいっちゃいも <laughs> いや、大丈夫、大丈夫。あと2枚。いや、全然あるから。全然レギュラーなわけないから、あと2枚。うん。9個。ああ、じらすね。ああ、まあ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 。これで、7、8、9ね。 行き過ぎは <laughs> <laughs> あっミスパってる取れだかいらない。やめてもう、前さんも喜べないじゃん。せっかくの。1 9分の 1! 弾けるかどうか。行きましょうよ。じゃあ、わかった。じゃあ最後みんなの意見聞こう。どこだと思う責任背負ってね、その代わり。 じゃあ分かった。じゃあ最後だけみんなの意見を聞こう。どこだと思うじゃあ最後皆さんにも託します。もう僕じゃ弾けないんで。もう皆さん力貸してください。じゃあ分かった。じゃあ今から、下5って打つから、あの、打ってね。<laughs> 下5で打つから。じゃコメント打つんで、コメント今から下5って打つから、それの、 5番目ね。5番目の下のとこ蹴ります。行きます。5、4。ちょっとラグあるかもしれんけど。3、2、1、go さあ行け <laughs> さあ行け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 。いや、下、お、ちょっと待って。1、2、3、4、5。真ん中上真ん中上ね。ああ、真ん中上、オッケーオッケー。まああの別にあの、 あれですあの。外しても僕の責任です。真ん中上ね。いや、これ89取ったら <laughs>。真ん中浮き、上行きます。真ん中上。ここね。ここね。真ん中上行きます。もう皆さんの、もう託しました。僕は行きましょう。<laughs> いや、わからん。いや,い,やいや、あの、変化球あるから。変化球あります。 全然ある変化球。<laughs> おい、緑流れてこいよ、緑。あ、緑流れないんかな。これ逆もあんのかこれ緑流れてくんのかなそもそも。さっき黄色流れてたんけどね。流れてないね。黄色の方が強いんだろうね。多分。いや、でも分かんないですよ。うん。いや、分かんないですから。全然ある、全然ある。ウェリットで終わるんじゃないかな。 ここちょっと待って、これ。ウェリントンで終わりそう。これウェリントンで終わったら褒めてくれ、逆に。こう、逆にこうウェリントン出たらすごいよ。ここウェリントンで終わるやろ。わかったわかった、そういうオチね、今日ね。ああ、わかったわかった。ウェリントンだ。これウェリントンだな。はいはいはい、はい。そういうシナリオでしたが。ウェリントンだ。<laughs> でき、出そうな気がする、ウェリントン。 いやこれウェリントンっぽい。あ、いってない。あ、88で。ええじゃあ、ルキアンだな。はい。あれ、88だった。藤尾選手。